これまでセンチメートルやミリメートルを使って長さの勉強をしてきました。長さを物差しで測ったりとか、あとセンチをミリに変えたり、そういうことをやってきたんよね。までも世の中を見てみると、もっと長いものとか、もっと高いものってあるよね。例えばこの写真、これなていう建物か知っている？東京にあるタワーなんです。 東京タワーと言います。あこれに変わるようなものとしてスカイツリーっていうのができましたんやけどまこの高さを地面から測ろうと思うとちょっとセンチメートルとかミリメートルで言えないよねみんなの物差しで測れないよねこんなの。それにテレビでこういうオリンピックとかで人が走ってるの競争しているのを見たことない この人たちが走る距離もスタートしてから走る距離もちょっと物差しで測るのが大変そうやね長い距離を走りますなのでこういう時にはセンチメートルやミリメートルよりもっと長いものもっと高いものを表せる言葉をまた使っていくんです新しい言葉を使います聞いたことあるかな高さや こういうい距離を表す言葉です。みんなも体育の時間に50何とかって言ってタイム測ったことないかかる時間測ったことない5 0ル走って言ったりするんやね走るという字です5 0ル走このメートルっていうのは 長さを表す言葉センチメートルやミリメートルと同じように長さを表す言葉なんですなのでもっと長いものとかもっと高いものを言う時にはこの新しい言葉メートルを使いますそれじゃあこのメートルどうやって書くんやろまあセンチメートルとかミリメートルの時もこういうふうにしてす アルファベットっていうのを使って書いてあげたよね練習したと思いますじゃあメートルはどういう記号をどういうアルファベットを使うかっていうと赤で書くでこれだけですこれで終わりですこの m っていうのを一つ書いたらメートルになりますだってこれセンチメートルミリメートルって読んだよね このメートルをそのまんま使ってあげればいいんですなので例えばみんながやってる50メートル走とかやったら50メートルこういうふうに書いてあげたらいいですそしてさっきの走ってたよねこの人たちが競争してたオリンピックとかでやってるのはみんなが走る50メートル走より長い 100層をやりますそれを書きたかったらこれね 100m これを使ってメートルは表せるんですそれじゃあこのメートル新しく出てきたんやけど実際どれくらいの長さなんでしょうちょっとこの物差しで考えてみたいと思いますみんなが学校とかで使うこの物差し えどれくらいの長さがあるかって言うとこの赤までが 10cm セってな 10cm そしてまた1 0センチから2 0センチ、そしてまた1 0センチ、この物差しは3 0センチの長さがありますなので 30cm 物差しとかって言ったりするんやねこっからここまで3 0センチメートルの 長さです。それじゃ、あメートルはどれくらいかって言うと、この物差し、みんな持ってるといいんやけどね今、この物差し、三つ分と、あと10センチ。三つ分これを重ねて、あと10センチ。まあなので、みんなの身長より、少し、低いぐらいかな。これが、メートル、いメートルの、長さなんです。つまり、 三つ分と十センチなので一メートルは百センチメートルになっていますこのよういう関係になってるんです一メートルっていうのは百センチメートルこの物差し大体三つと少しの長さになりますなので五十メートル層って言ったらそれが五十個分の長さです 100メートルって言ったらそれが100分の長さになっているんやね。すごく長い距離を走るんやね。大丈夫かな。新しく出てきたメートルという言葉、これもしっかり書けるようにして、だいたいどれくらいの長さになるんかなっていうのを覚えておくようにしてください。